こんにちは、ミカスです。お、覆面に捕まっております。ということで今日はですね、今高速走ってるんですけど、常磐道もうすぐ三郷なんですけど、九州に向かってます。車中泊の旅ね、日本横断してやろうと。でちょっとね、仕事が忙しいので、まあ、ちょっとスケジュール的にはもうほぼ弾丸ですね。一応一箇所だけ、自分ラジコンのドリフトをやってますので、それで滋賀の方にちょっと立ち寄って、でその後はもう一撃で九州まで行ってみようと。本当はね、四国回ったりとか、いろいろねしたかったんですけど、まあ、とりあえずしゃあないので時間に追われておりますので、バッと九州行って、ちょっと九州回って、九州も、まあ、ラジコンのドリフトなんですけど、でちょっと様子を見て帰ってくるみたいなね、そんな感じで、行こうと思うんですけど、まず最初の目的地は、とりあえず滋賀ということで、もうねずっと新東名通って名古屋越えてっていう感じで行こうと思います。透明に出れねえ。何でしたっけ、ネオパーサ清水、ちょっとね、トイレと腹ごしらえしていこうと思います。でもっと大きいとこはいろいろあるんですけどね、個人的に清水好きなんですよね。串谷とかもありますよね。あ、串谷っていうのね、バイク乗りだったら多分誰も知ってると思うんですけど、バイクのアパレルだったりのねブランドですね。ここのパーキングに入っているわけですよ。さあ来た、久しぶりだな、ここネオパーサ清水。あそこにね、串谷ありますよね。気になるんだけど、なんか気になるんだけど、何食おうかな。はい、スタ丼にしました。ジェイコさんはカレーです。いただきます。うまっ。いやー、腹いっぱいだぜ。さあまた延々と新東名を走っていきます。さあ、あれからまた走りまして、ついにやってまいりました。ということで第一の目的地がですね、甲賀市の、まあ、ラジコンのサーキット、ドリフトのサーキットですね。まあ、一応のうちドリフト、ラジコンのドリフト専門のチャンネルもありますんで、興味ある方はね、チャンネル登録していただければと思います。見たことないっていう方は、ラジコンのドリフトがどんな風に走るのかね、ちょっとね楽しみにしていただければと思います。あれ、ランボルギャーニーが
いっぱい走ってるよ。忍者か？いやーすげえな、何千万が何台も連なってんな。家より高えみたいな車が5台ぐらい走ってる。6台。さあ着いた、ここだ。ここか、着いた。ということでトータルプロショップメッカさんいかがでしたでしょうか。めちゃめちゃ面白かった。やばい、ハマる。また行きたい。なんだけどちょっと遠い。またちょっとね、次はまた九州も行くし、それ以外に四国もまた行きたいし、またねぜひお邪魔したいサーキットでした。本当面白かった。はい、ということでまた高速道路に戻りまして、で、まあ大阪、神戸、なんだ、岡山、広島、山口かな、瀬戸内海沿いを行きます。で、その先高速道路、本当はね今回の旅は四国も全部回って、1週間2週間ぐらいの予定で最初組んだんですよ。なんですけどやっぱり忙しくてそれ一回バラして、四国は諦めました。でとはいえせっかくね四国の近く通るんだから、せめて淡路島によって玉ねぎだけ買いたいなっていうね。それも行きはちょっと時間カツカツなんで、帰りにちょっとね、寄っていこうかなと思います。淡路島の玉ねぎ食べたことないんで、それも楽しみなんですよね。今日の車中泊はここのパーキング、なんて読むんでしょうこれ。ここシャワーもあるし、ここでいいかなと。でまあまだ時間がそんな遅くないんで、もうちょっと進んでもいいかなと思ったんですけど、明日お好み焼きをちょっと寄りたいなと思って、お好み焼きのねなんかサービスエリアかなんかでお店が開いてる時間に通りたいじゃないですか。なのでちょっと早めに今日は車中泊といった感じに
しようかなといった感じです。あと 1.4 キロか。いやこの夜のね高速道路って旅で通るといいですよね。さあ着いた。なんて読むんだいここ。何おご、読めねえわそんなの。おごパーキングです。さあどんなとこなんでしょうか。おお混んでんな。いやトラックパンパンじゃん。うわすげえなここ。うわトラックの数なんだい、なんだい、な100台近くいんじゃないのトラック。すっげえな、これトラックの場所じゃなくね。セブンあるんだな。で、あの街角屋っていうところになんかシャワーステーションっていうのがありますね。はい、味噌ラーメン定食とアジフライ定食いただきます。っていうかもうすでにキャベツ食っちゃった。すんげえ太麺じゃん。うまそう。うまい。サバが普通にうめえ。アジフライうめえなこれ。分厚い。はい、ごちそうさま。結局ね、ほとんどジェイコさんが食べました一人で。すげえな。イエーイ。はい、ということですでに暗闇なんですけども、もう疲れちゃいましたね。ちょっと今これ車の中なんですけど、ちょっとライトの電池がなくなりまして今充電しております。ということで明日はいよいよ初の九州上陸予定です。グッナイ。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方、登録お願いします。じゃあね。